大阪から仙台駅到着です。年末以来ですね。3200円、高っ。出費が痛い。おお、すごいな。早かったね。え、ここマンホールかな。あったか。盛岡は冷麺が有名なのかな。全然食べに行く時間なかった。嫌だな。どこ、やばい、時間がない。再び函館にやってまいりました。鹿と接触して今止まってます。乗り過ごしてしまったんで。はい、どうも西田です。今ですね、関西空港に来てますよと。ではちょっとね、マンホールカードめくり第28弾行っていきたいと思います。まず空港へ行きましょう。7キロ以内じゃないとダメなんで、なんとかセーフ。保安検査行きましょうか。はい、とりあえず仙台にね向かいます。どっから飛行機乗るんやろ。仙台もう大丈夫です。あ、あ、ごめんなさい。飲み物や壊れやすい。指定を取ってください。安全のしおりでご自身の指定を確かめてください。ありがとう。はい、仙台空港に到着です。ではマンホールカードをもらいに行きましょう。時刻が8時46分。ちょっと想定してた時間よりも早いと思うんで、さあ仙台でどんだけね回収できるか行きましょう。都道府県牛タンのいい香りがする。さすが仙台やで。さあから乗るぜと。ここにね、液タグがあるんですよ。液タグ。スタンプ台。これ説明ですか。あれかな。あーたたたたた。よし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 。OK。おー。よし。じゃあ、次の電車が。よっしゃ。あれ、行っちゃったか。9時8分。よし。
名取駅に到着です。マンホールカードもらいに行きましょう。一発目、すいません、マンホールカードいただけますでしょうか。はい、じゃあこのアンケートにですね、あ、はい、ご協力ください。はい、どちらぐらいですか。大阪から。あ、大阪ですか。今行こ、ね、はい、もし見て行かれるんだら近くなんですけど、ね、あ、はい、今これ駅ですよね、はい、名取駅ポールのそばにあるんで見えにくいかと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しゃ、ゲットしました。駅の間近にありました。はい、というわけで次行きましょうか。時間があったらマンホール見に行こうかな。ちょっと時刻表確認しましょう。この辺って言ってたな。32分やからね、ちょっと急がないと。まあ26分、よっしゃ、降りれるのか。いやいやいや、ちょっと待って、エレベーターしか降りられへんや。あ、これか、これか、これだ、パシャリ。よし、時間がない、行くぞ。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。はい、仙台駅到着です。年末以来ですね。よし、ここの仙台駅のマンホールカード近くにありますんでもらいに行きましょう。あー、覚えてるわ、年末来たとこだ。やっぱ人多いな。仙台メディアテイク、ここですな。よし、もらいに行くぞ。どこだ、こっちかな。これもらえるの、すいません、マンホールカードってどこでもらえるんですかね。マンホールカードってどこでもらえるの。マンホールカード、マンホールカード、ここじゃない、ここではない。あ、わかりました、すいません。メディアテイク、ここじゃないっていうけど、会を受け付けてどこよ。これもしかあった、ここか。すいません、マンホールカードお願いします。はい、はい、どうぞ。 ありがとうございます。ありがとうございます。仙台市ゲット。じゃあ、はい、というわけで仙台駅に戻りましょうか。飛行機のね、おかげで、早く着いたおかげで時間があって、予定よりもっと行けるかなと思ったけど、仙台でも盛岡でも他のとこが遠すぎるんで予定が崩壊してしまうんで、これ以上取れないと。まあ、時間はゆっくりあるんで、ご飯食べて今度盛岡に向かいます。地下鉄に乗って仙台駅戻ります。は
はい、牛タン弁当買いました。1780円やったね、お茶と。ちょっとね、なんか切符がいろいろ変えてなかったので、もうとりあえず新幹線乗ります。次盛岡行きます。盛岡までやったら座って大丈夫なんですかね。あの山彦でしたら、はい、座っていただいて結構なんですけども、はやぶさですと座って立ち、はい、はやぶさに乗るのであればこの切符では乗らないので、はやぶさの立ち的特権にご変更が必要になります。次さっき来んのって7分のはやぶさになりますので、そちらに乗れるんでしたら立ち的特急券というものに変更していただきます。どうやって変更したんですか。あ、向こう券売機で向こうか。3,200円、高っ。現金じゃないと分かんない。なんかよく分からん。もう立ち乗り券を買おうと思ったらグリーン車になってしまった。もう時間がない。行くぜ。7分。出費が痛い。おお、すごいな。グリーンどこや。9号車、10号車、行こうか。ちょっと予定がどうなってるのか全然わからないようになってしまった。はい、盛岡に到着。これはね、小町ついてないんですね。切り離し見れるんかと思ったら見れねえな。早かったね。320キロ出てたわ。予約してたと思ってた乗車券とか特急券が全然してなくて、今ちょっと急いで予約入れました。なんとか工程は予定通り受けると思います。かっこいい。今の車掌さん可愛くなかったですか。一瞬過ぎたけど。よし、おお、こっちは今から行くんかな、今から東京行くんかな。あれ切り離すんかな向こうね。はい、時刻が11時51分ですね。次13時5分のはやぶさやったかな、新幹線に乗って北海道行きたいと思いますけど、まあ1時間ちょっとあるんで、出来待ちカードとマンホールカードもらいに行きましょう。出来タグこうなったから押しましょうか。
オッケー、田沢河川盛岡スタンプ獲得。あれ新幹線はには入るのかこれ。あ盛岡入ってるわ。オッケー、じゃあまあとりあえず出ますか。グリーン車券がね名残惜しいんですよ。観光案内所じゃなかったっけ。そうなんです、案内所西口こっちかも。いやさっきのね牛タン弁当美味しかったわ。やっぱ牛タンは分厚くないとダメですわ。あと炭火焼きもあっちの方が美味しいね。こうかな、これか、これ緑の金口、あこれじゃないか、観光センター、あこれや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 。すいません、マンホールカードっていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。文化館というところでもお配りしてましたので。あ、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。おお。岩手県に流域下水道ゲット。はい、というわけで3枚目ゲットしました。東北これで5枚か、なかなか取れへん割には5枚も揃ったんでね、まあ、まあ自分的には満足ですね。次が歴待ちカードもらいに行こう。とりあえず降りるか。盛岡は冷麺が有名なのかな。市内でお部屋をお探しの方はお近くのアパマンショップのアート不動産にお気軽にご相談ください。歴史館どれですか。歴史館、遠いな、向こうか。歴史館仙台よりはちょっと涼しくなってきたな。これ北海道寒いんじゃない。盛岡歴史文化館ありました。マンホールカードもある。え、ここマンホールカードあったか聞いてみるか。え、歴待ちカードじゃない。あ、駅町カードとマンホールカード両方あるわ。これは嬉しいね。すいません、マンホールカードと駅町カードお願いします。1枚ずつこちらお渡しに。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。わ、嬉しいわ。2枚ゲットしたぜ、2枚ゲットしたぜ。はい、というわけでここまさか2枚やったとはね。なんかすごい嬉しいですね。どうも今東北ではお祭りが多いみたいですね。仙台の方もそうやったし、これからどんどんお祭りで盛り上がっていく感じなのかな。よし、一回帰ろう、一回盛岡駅に戻ります。仙台もそうやったけど盛岡も東北のバスめっちゃ安いんやけど、100円台やで。大阪が高すぎるんかな。市営とかなんかな。来た来た来た。戻ろう。冷麺屋さんめっちゃ並んでる。ありがとう。じゃあ、岩手銀河鉄道ってあるんやけど、盛岡駅改札外。ちょっと待って、危ない危ない、これ行けるんじゃねえの。お、改札外、岩手銀河改札外。あれか、あれ、あったあったあった、
あのですね、さっき新幹線のグリーン車で携帯充電してたら充電器の根元がポキッと折れてしまいまして、ちょっと充電器を買いに行きたいと思います。小島があるのでそこへ行こうかなと思います。冷麺か、盛岡は冷麺が有名なんやな。めっちゃ並んでる、めっちゃ並んでるわ。小島へ行ってる時間がなくなったのでコンビニで探すか。ローソンで 65W のコンセント買いました。 65W やで、ここで3200円って安いと。さっきのニューデイズやと3000円ぐらいで 20W のやつやったから。あー、冷麺とかある。よし、行くぜ。オッケー、よっしゃ。お弁当か、お弁当。はい、ありがとう。何番線や。1時5分。あった。14番線。14。これか。はやぶさ。はやぶさ、はやぶさ。よっしゃ。とりあえず任務完了やけど、バタバタやったな。ああ、全然食べに行く時間なかった。これどうも、連結したやつが来るっぽいっすね。切り離しが見れるか。2分しかないで。1時5分に来るはずが、まだ来ない。6分になっても来ない。嫌だなぁ。切り離し見たいけど電車遅れてるし、何分に発車するかわからんからもう乗り込みます。マジでこれ北海道乗る電車予約取れてよかった。6号車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 7慌ただしかったな。余裕があると思ってたのに全然余裕なかった。あー、おーおー、なんか動いた。次は着こないですね。北海道をちょっとずつ潰していきますよ。
やばい、時間がない。電車が3時15分だけど今14時56分。おお、なんか並んでるんやけど。すいません、マンホールカードってここでいただけるんですか。はい、マンホールカードってここ。あ、マンホールカード、はい、こちらであります。あ、1枚1枚、はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、しゃあ、ゲットしました。はい、では駅戻りましょう。戻るぜ。道南いさりび鉄道の駅宅があるので、それをもらいに行きましょう。19分、今3時ちょうど。函館まで。お、キャッシュレス決済はご利用いただきます。 OK、 1170円。函館までクレジットカード。すげえ、指さタッチいけた。決済処理が完了しました。ご利用機会をお取りください。領収書が必要な。ありがとうございます。お取り寄せにご注意ください。わあ、片剣ですわ。はい、1時間に1本もないです。あるか、ワンマン待合室ってどこ。行きたくどこ。あった。こんなとこにあるんか。万端線で走ってるやつと一緒のタイプやな。キハ40来ない。
再び函館にやってまいりました。以前のね、年末のフラグを回収しに来ましたよと。さあ、さっさと行きましょう。おお、ちょっと寒いかな。さすがに雪はないね。行くで。すごいよな、歴史を感じる車体が。ありがとう。よっしゃ、戻ってきたで。あ、すげえな。あ、扉開いてるわ。開いてるわ。へぇ。よいしょ。すいません。マンホールカードをいただけますでしょうか。すいません。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ロットナンバー19、恐ろしいな。戸建て紙、ゲットしました。よいしょ。はい、というわけで、なんとかね、お、これすげえ、フラグ回収しましたよと。いや、半年ぐらいかかったのか。まあ、とりあえずね、函館駅に戻りましょう。函館北斗から特急を予約してますんで、それは予約きちんとできてたよね。それ行くまでに時間があるんだったら、なんか函館市場みたいなとこ、駅に近いところにあるみたいなんで行きたいな。時間が許すかどうかちょっと計算してみます。またあそこ行く時間なかったな。列車来た、列車来た。毎回後ろの方にお詰めください。ありがとう。これ本当にね、函館駅の近くに函館朝市ってあるんですよ。ちょっと行ってみる。ただね、もう30分ぐらいしか時間がないんですよね。ちょっとうらっと行ってみる。ラーメン屋あるけど、どこもやってないっていう。ちらっと見に行く。風強え。この辺で朝来たら、いろいろ海鮮が食べれるんだと思う。なんかさらっと食べれるようなところが。おお、すごい。並んでるな。函館朝市広場だって。いや、すげえ。おお。カニが。カキ。おお。ラッキーピエロや、ラッキーピエロ。ただめっちゃ混んでる。無理。とりあえず駅戻ります。でもちょっと面白かったね。なんか食べるか弁当買うか。だいたい閉まってるわ。結構空いてる。終わっちゃってるね。はい、函館駅に戻ってきました。ちょ
と買い物かな。28分の函館ライナーに乗らないと間に合わないと。あー、ほんで函館ライナー乗って多分これ後ろから北斗が追いかけてくるんですけど、この北斗に多分乗るんやな。乗車券がねそのままやから、とりあえず函館北斗まで戻らないといけないと。なんか食べよう、なんか食べるもん買おう。とラーメン食べたいけど時間が無理だわ。お弁当買って特急の中で食べよう。はい、お弁当とグラタンを買いました。マンホールカードの旅といえばグラタンですね。なんでか知らんけど。で、ついにね、函館駅がこう IC カードの、ね、対応になったと。前回来た時ね、いちいち現金で買わなあかんかったのにクソだるかったんですけど、便利になりましたよと。さあ、何番乗り場なんでしょうか。あー、北斗来てるわ、もう。あれに乗るんやけど、あと乗車券の都合上ここで乗れないっていう。函館ライナー6番線まだ来て、まだ来てないね。5番線ですわ。5番線こっち。キハ40頑張ってますね。もうしばらく来ないと思うけど、まあ、時間かけてぐるっと回ってみたかったです。マンホールカードのおかげでいろんな日本各地回ってるけど、ここほど昭和の色を、ね、色濃く残した街はなかったです、ね、生きてる昭和って感じだったな。路面電車に乗ったら全然雰囲気が一気にぐっと昔に帰っていくというか、そんな感じがしました。この先揺れますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線普通函館ライナー新函館北斗行きです。これから五稜郭、秘境、大中山、七重に停まる新函館北斗へ参ります。よいしょ。降りると降りますよと。で、おー、行けた。まあ理論上行けるんやけど。18時14分ね、特急北斗19号に乗りますと。どこなんや。3号線ね、後ろの方や。この辺か。ここやな。ここで待っとけば来ると。14。これはまだ来ないぜ。さすがに夕方寒いね。ご注意ください。お待たせいたしました。南蛮乗り場到着のですが、列車は広木屋。ご注意ください。時刻の19号列車、到着です。煮込みご飯になってる醤油の。おお、うまそう。美味しい。あ、最高やこれ。
これほんまにうまい。味がしゅんでるからうまい。これ正解でした。安いわ、1100円。ごちそうさまでした。鹿と接触して今止まってます。時刻が20時4分。過ごしてしまったんで戻りますと。クレジットカード現金のみかい。登別まで来てしまったんですよ、東室蘭までの切符でね。ほんで今ちょっと駅員さん電話で聞いてみたら戻ってくれていいって言うんやけど、別に登別までのチケットを買わなくていいって言われた。そうなんということですね。ただね、あとね、40分ぐらい待たなあかんのよね。鹿の衝突で寝てしまったんだよ。はあ。はあ。さすがに寒いね。34分、39分に来るから。もうそろそろ向こうで解きましょう。23時こんな時間まで走ってんのかよ。すごいな。ちょっと登別までうっかり来てしまってマジでどうしようと思ったけど、まだ普通列車が走ってるんやね。21時39分。うわ、さすがに寒いわ。やっぱなんか北海道っていろんなとこ時間が止まってるよね。昭和で止まってるよな、やっぱり。年季入ってんもんね、ここも大概。ホテル取ってる東室蘭へ到着。疲れた。8時ぐらいに到着する予定やったのに。すいません、あのですね、東室蘭までの切符で、はい、あの寝過ごしてしまって登別まで行ってしまって、ほんで登別で電話で聞いたらもうそのまま戻ってくださいって言われたんですけど、はい、その時もう切符買ってて、あ、じゃあこれ間違えて買ったってことなんで、はい、返金いたします。いいですかね、はい、すいません、嬉しい、ありがとうございます。これちょっと記念に欲しいんですけど。あ、わかりました。あー、もうありがとうございます、はい。
なんか鹿とぶつかったやつだっけ、なんか。あ、そうそう。それで到着まで起きてたんですけど。申し訳ないです。すみません、ありがとうございました。疲れた。じゃあホテルに行く。もうご飯とか食べに行くのもういいわ。なんかカレーラーメンがね、上り別じゃないわ、室蘭では有名らしいんやけど、さすがに遅なったわ。7時に着くって言って今10時やからね。たまらんわ。逆やがな、はあ、東室蘭駅が有人駅でよかった。しゃあ、あった、これや、ホテルルートイン。これだこれだ、近い近い。もうこれ何もやってないでしょ。おとなしく、ゆっくりしとこう。真っ暗やん。あ、入り口あった。はい。というわけで、ここでタイマーを押しとこうか。545キロ。いや、もっといってると思うけど。保存。15時間動いてたね。疲れた。はい、というわけでね、ゴールデンウィーク1日目が終わりです。マンホールカードのね、取得に関しては予定通り行ったんやけど、最後の最後きつかったな。
というわけでまた明日ですね、第29弾なので引き続きやっていきたいと思います。それでは失礼します。どうやったんだろう、カードキーよいしょ、おーちょっと待って、すごいやんこの部屋、12階やね、最上階、おおすげえ。朝食のバイキングです。いただきます。